ドニエプル川の流域、ドニエプル川。ドニエプル川は、ロシアから始まって、ベラルーシを経て、ウクライナに流れ、国海に注ぐ川である。総延長は、2285km。日本語表記は、他にドネプル川、ドニエプル川、ドニエプル川などのバリエーションが見られる。ウクライナ語名やベラルーシ語名に沿って表記されることは、少ない。 北ロシアの標高220メートルのバルダイの丘に源流を発し、東ヨーロッパ平原を南へ流れて、最終的には国海に流れ込んでいる。川は115キロメートルの長さにわたって、ベラルーシとウクライナの国境になっている。下流の約800キロメートル部分には巨大ダムによるダム湖が連続している。ドニエプル川流域では古代より、 様々な民族が生活の拠点を築いてきた。北欧、東欧からルーシを経て、東ローマ帝国に向かう、バリアーグからギリシアへの道の一部ともなってきた。中世には、キエフルーシのと、現代では、ウクライナの首都キエフもこの流域に位置している。ドニエプル川は、現代のキエフの街を、北から南へ縦断して流れている。ドニエプル川流域では、 その後、暗いナコサックが栄え、ヘイチマン国家が形成された。ドニプロという川の名は、サルマタイの言葉で、はるか遠くの川を意味する。反対に、ドニエストル川は彼らの言葉で、近くの川の意味である。下流より記載。ありがとうございます。